うん、なんかどうせやしレトロゲームをやってみたい節があるんで、はい、やる？え？そっちか。うん。これは何これ、レッドモービル。どうす、アメリカ大大陸横断レース、なんか聞いたことある。これは高校生クイズかなんかじゃないかな。昔のやつやね、ウルトラアメリカ横断クイズみたいなね。急に走り出すシステム。え、あ、よっ、え、あ、乗ったのか今。おおおお、動いてる。すごいね、動くんだね。なんかね、遠くから見るとね、星野がね、バックトゥーザフューチャーみたいになってる。しかも結構めちゃくちゃなのね、道路。おお、キーホルダーのソニックだ。しばらく遠目から星野ご覧ください。バカみたいやな、なんか。どうしよう、楽しい？いや、え、死んだんだけど。ナチュラルにぶっ壊れたんだけど。ソニックブラブラしてる。ソニックブラブラしてる。ゲームオーバー。ゲームオーバーだ。ワイパー使いなかった。なんか意外とガチだったね。マリカぐらい、マリカとかを見習ってほしいぐらい揺れたね。しかすごいもんな、なんか構造が。ただね。動画内を後で見返せば分かるけどね、すごいバカみたいになってる。マジ地味にこういうとこに電脳クローン上書いてある。わざわざ作ったんだね、これ紙の。なんか適当に貼っつけてんのかと思ったよ。え、ってことはこれとか動くんかな。やってみようかな、どうせらしい。星野やったしね。動きそうだったか遠目か、動きそうだったら遠目か撮ってみて。バカみたいに見えるから。とりあえず近くか。スペースハリアわかんないけど、なんかすっげーさ、なんていうのこれ、コブラみたいなのがさ、すごい打ってんだよ。あれじゃね、これ仙論じゃね、仙論だから結構すっげーなレトロ感出てるけど、これボタンどれ。Welcome to the fair. すげー動く、これ。やばい、さすがにやばい。めっちゃ動いてる。やめて。これやべえ。揺れ方が尋常じゃない。やばいことだって。大丈夫か。
死んでる最中も揺らし上がるから今若干クラフラしてんだけど。いやこれめっちゃ揺れてたじゃん。超揺れてるね。揺れるから打てねえよ。あのさ、俺の動きに合わせて揺れてんの分かるよ。例えば俺が右にやったら動くとか関係なく揺れてっから意味わかんない。今すげえクラフラしてんだけど。うわーと思って。じゃあ苦情言いつけてやろうから。こっちが。うち何にもしない。フラフラする。一緒。See you next time.